間搬送機起動。指定現実へデータ送信。気持ち冷えるな。みことさん、冷え性なんですか？そうなんだよ、末端冷え性でさ、冬場は回路が手放せない。ふふ、私を回路にしてもよろしくてよ。ホログラム抱きしめてても悲しくなるだけだろ。心は温まりますわよ。恥ずかしいからやだ。みこと、擬態なのに冷えるの？気持ちの話だよ、エノア。ほら、冷たそうな空間だからさ。確かに、この空間のセルシウス度はマイナス270度。エデンの通常空間より冷たい。ほぼ絶対零度ですわね。秘匿扱いのノエインの担当領分に関係あったり？可能性はあると思う。とりあえず進もう。体を温めたいしさ。いってらっしゃい。イノアちゃんは数奇と呼ばれる特別なケルビンを知ってるかにゃ？数奇？ノラケルビンを束ねて人気やエデンを壊そうとしてる8機のケルビンたちのことにゃ。おまけに特殊なイデアコードを持つアジン型地球数奇と呼ばれる個体に至っては高速具の制限解除機体にゃ。それはとっても危険。そうにゃ、とっても危険だからお願いがあるにゃ。もしもみんなが数奇を見つけたら彼らを倒して止めてほしいにゃ。倒してくれたお礼はきちんと払うから。がっかりにゃ。いってらっしゃい、みこと。いってらっしゃいですわ。いってらっしゃい。行ってきます。必ず帰ってくるからな、レーベン。私から仕入れた知識をドヤ顔で使わないでください。あと、そういうのはせめてアミさんに言ってください。大丈夫ですわ。家族であるならフゲ実行の話ですよ。たまやしねか。最短準備のキルビンを買って、セキュリティシステムの稼働を確認して、準備して、ぶっ殺してやる。さすがです、ブランクを感じませんね。もともと寝起きで戦うなんて日常茶飯事だったからな。過酷。修羅場の経験が糧になりましたわね。ちょちょ、セキュリティシステムの稼働を確認して、注意して、ターゲットで償え。黙っ、黙っ。ビージー、シャッタータイミング。たまや、落ちろ。覚悟、はっ、ドントルジャンプ。敵性存在の出現を確認。いや、刻む。そうだ、アクティベート、切り裂いて。やった、はっ、黙った。
やあ、第八人機の EVE か。言葉遣いが嫌に流暢だな。まるで人間みたいだ。他のケルビムと違って驚いた。君たちに対抗するために人格データを増量されたから。特別なケルビムというわけだ。初めは僕も特別だと思ってた。だがそうでもない。うん、十分に特別。ケルビムと EVE は体の構造はもちろん、データの持ち方が異なる。だからケルビムが人格データを保持しすぎると、個体差はあるがシステムに不調が生まれるんだ。認識回路がショートしたり、狂って暴走したり、あるいは意識が分裂したり。だからこれほど人格データに適合している個体は稀。稀なだけで特別じゃない。今が限界。限界は超えられない。だから機械の化け物であるしかない。 Which should be worse? To live as a monster or to die as a good man? 化け物として生きるか、人間として死ぬか、どっちがマシなんだろうな。僕はケルビムだ。ピノキオに憧れられるほど人間めいてはいない。だからノエイン様の命令に従う。君たちにとっての化け物さ。他人の魂じゃ本物にはなれない。そうだ、アクティベーター、それも放つ。私自身を解き放つ。オーバーロード、味方、エンゲージ。僕の心は買い物に使う。私に心を捨てたなら。重いっす。カットの味だ。お答えが、無情な頭がっちり。やめて。君たちは、カットの味だ。選ばれし、ケルビンの味だ。よし、カットの味だ。どんどん行きましょう。ルッパーが行くと。少しは盛り上がった。拍手喝采。僕は機械の化け物。後味が悪いな。エノア、大丈夫？大丈夫だよ。私は恵まれてるんだなってそう思っただけ。すぐにゲートウェイの掌握を済ませるね。ゲートウェイのパーミッション変更完了。関所へのアクセスが可能になったよ。味方、
お疲れ様。箱庭に帰ろう。ただいま。お帰りなさいですわ。相変わらず迷いなくバッタバッタと切り伏せる姿が素敵でしたわよ。人をキラーマシンみたいに言うなよ。迷ったらこっちが死ぬんだから仕方ないだろ。褒めてるだけですのに。ミコトさん、お帰りなさい。ミコトが無事に帰ってきてくれて嬉しい。ちょし、バッチリ。このまま立て続けに戦っても大丈夫なくらいだ。ミコトが元気でハッピーですわ。でも関所には私が向かいますのよ。ミコトさんが戦っている時に3人で決めたんです。中枢はノエインの力に対抗できるレーベンが最適だから、負担のバランスを考えると関所はアミかなって。なるほどな。じゃあアミ、続きはよろしく。お任せですわ。エゴを力に。アーカイブ開放。再生してあげるから。お茶会ですわ。やけにご機嫌じゃん。ミコトに私の勇姿を見せられるのが誇らしいのですわ。勇姿って、アミが頼りになるのは知ってるけど。拒絶反応になって以来ずっとミコトに頼りっぱなしでしたでしょ。ミコトを送り出すことはあっても、ミコトに送り出されることはなかったから。ミコトの言ってらっしゃいと、ミコトに見守られて戦うことが楽しみですの。張り切りすぎてエデンの設備とか壊すなよ。しませんわよ。はいはい、真面目な話、あんまり浮かれて無茶だけはするなよ。大丈夫ですわよ。何かあってもその時はミコトが助けてくれますもの。まあ、アミは大事な家族だからな。さっきのケルビムを倒した後、辛そうだったけど、どうしたの？なんでもないよ。ええのは、素直になるって約束でしょ。ずっとうじうじ人気でいるつもり？うん。エノアは嘘つきさんだったのかな。そういうわけじゃないけど、ちょっと罪悪感があって、機械として生まれて機械として育った私が心を認められてこんなにも幸せを感じていいのかなって。しがらみの中で苦しんでいる子たちもいるのに。いいんだよ、それとこれとは別の話なんだから。幸せは幸せとしてしっかりと噛みしめないと。
私たち辛くなるために生きてるんじゃないでしょ。幸せになるために生きてるんだから。ありがとう。でも私だけ恵まれてて、罰が当たりそう。もやもやしたら私のせいにすればいいよ。エノアは欲深人間の命令に従ってるだけ。リーベンは欲深いの？そうだよ。だからなるべくずっとエノアの笑顔だけを見ていたいかな。それは欲深人間だね。パンパカパーン、アミちゃんの突然質問コーナー。みんなにとっての理想の休日ってどういう過ごし方ですの？映画館に一日中こもってはしご鑑賞。映画館だけならここでも再現できるよ。お、肝心の映画は何が見れるんだ？映画のデータはないから、映写できるのはみんなとの思い出くらい。却下。ホームビデオを大スクリーンでなんてこっぱずかしいから見たくない。大スクリーンで巫女の勇姿を鑑賞できるなんて、ぎゅふふ、最高じゃありませんの。私も昔のお二人の思い出なら見てみたいです。はいはい、この話はもういいから。で、アミの理想の休日は？私は家族とお出かけですわね。ミコト、エノア、レーベン、みんなと一緒に楽しい思い出をたくさん作りたいから。全てが解決したら、エデンでも復旧した仮想世界の中でもどこへでも行けるよ。ハッピーな未来に胸が高鳴りますわ。なるべく喧騒のないところでお願いします。レーベンはどんな休日が理想ですの？私はそうですね、静かでマイペースにまったり休養が取れるなら何でも。疲れ切った社会人みたいな理想だな。はいはい、メンタル老け気味なんで。エノアはどういう休日が理想？休日が訪れるということは私の使命が果たせたということだから、休日を過ごすこと、それ自体が理想かも。そっか、エノアは稼働してから2000年ずっと休みなく働いてきてるわけだもんな。とんでもないブラックですわね。
乾燥機起動。気を指定してエデンへ伝送転移。巫女を惚れ直させるためにも張り切って参りますわよ。巫女さんってアミさんの強さに惹かれてるんですか？ないだろう。だって戦ってる時のアミ怖いじゃん。ああ。ちょっと聞き捨てなりませんわ。私はいつも華麗ですのに。苛烈の間違いだろう。でかい斧をブンブン振り回してケルビムを素手でちぎっては投げちぎっては投げ。ちぎったことはありませんわよ。ひどいですわ。プンプンですわ。
怒り浸透でみんなに巫女の可愛い弱点をバラしちゃいますわ。ああ待て待て、江ノ明のルール一つ目、家族の秘密を口外するな。江ノ明のルール二つ目、家族の秘密を口外するな。というわけで守秘義務がある。あら、そんなルール記憶にありませんわ。だって今作ったし。巫女はこちょこちょが苦手なんですのよ。お腹も太もももダメだけど、特に足の裏。おい、ってまあそれくらい知られたって別にいいけど。知らなかった、詳しく聞きたい。どういうシチュエーションで分かったの？あ、そっか、亜美さんに全身まさぐられたことがあるってことだもんね。それはですわね。あんまり言いふらすと嫌いになるぞ。私と巫女だけの秘密ですわ。ちなみにいかがわしい話じゃないからな。目が三つに腕が四本、これってにゃんだ。にゃにゃ、答えは秘密事項にゃ。今度は取引するにゃ。いってらっしゃい。早く行けという圧を感じますわね。みんな行ってきますわ。亜美さん行ってらっしゃい。アミさんのことはいつもの話です。花丸、当然ですわ。適正存在の出現を確認任せて。考えすぎないで。結末ですね。行ってらっしゃい。早く行けという圧を感じますわね。みんな行ってきますわ。アミさん行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。アミさんのことはいつも仲良しで、花丸は結末ですわ。行ってらっしゃい。早く行けという圧を感じますわね。みんな行ってきますわ。アミさん行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。アミさんのことはいつも仲良しで、花丸当然ですわ。今月のチャンス、適正存在の出現を確認。行きますわ。ロックン、いきますわ。
待って、この先は限りなく絶対零度に近い。機体でもとっても危険。あらあら、どうしますの？近くに冷却装置があるはず。探索して見つけたら破壊してみて。アミ、冷却装置を見つけて破壊して。冷却装置発見。指定の場所を破壊して。了解ですわ。冷却機体の逆噴射。この区画から脱出して。ソードアクティベート。切り上げて。解放されたはずだよ。なんだかどっと疲れましたわ。俺はタイラーの脳みそ。あら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 、明らかにまともじゃないケルビムが出てきましたわ。俺がまともじゃない？僕はイカれてる。ああうるさいうるさい、静かにしてくれ、頭が割れそうだ。これまたキャラクターが濃いめだな。一人称が定まってないし。自我が分裂し始めているのかも。人格データを過剰摂取すると起こり得る障害。にも多重人格ってあるんだね。うるさい。頭をちぎって投げれば静かになりますわよ。やっぱり可憐じゃなくて苛烈じゃん。さあ行きますわよ。巫女の見ている手前、情けない姿はさらせませんの。行きますわ。行きますわ。行きますわ。
知るわけありませんわよ。ミコト、私の華麗な姿をしっかり目に収めまして。苛烈にボコボコにする勇士なら不服ですわ。でも、アミが元気な姿を見れて嬉しかったよ。ふふふですわ。お帰り。戦闘後に聞く巫女のお帰りは小僧ロップに染み渡りますわ。仕事終わりの一杯みたいに言うなよ。アミ、お帰りなさい。アミさん、お帰りなさい。次は中枢だからレーベンの番ですわね。頼みますわよ、選ばれし者さん。その呼び名はあれだけど、頑張ってきます。再生してあげるから。倒したら目下の危機はなくなるわけだよね。うん、私たちにとっての危機はもうエデンを初期化しようとしているノエインくらい。取らぬタヌキの川残葉かもだけど、ノエインを倒した後私たちはどうするの？今度こそ落ち着いて本物の人間を目指すとか。本物の人間になるとエデンでの特権が増える。なれますの？
人間性定義の第四人気アントロポス、私がぶっ壊してしまいましたけど。現システムは生きているから大丈夫。イクロスピーの変換器を使えば安全に本物の人間にはなれる。もちろん今はまだ私のイデアコードが不十分だからできないけど。今の人間性定義はアントロポスが歪めたものだし、変換器もシステムを騙してるからある意味不正ですわよね。この状況で本物の人間になってもいいんですの？エデン的に人気的に正しいことですの？人気としては正しくない。そもそもまともな人気ならノエインに従ってエデンの初期化を受け入れている。でも私はまともな人気じゃない。レーベンにおかしくさせられた自分の心に従う機会。正しくなくていい。間違っていてもいい。みんなとより長く一緒に生きられるならそれでいい。私の一番大切なものは家族であるみんなだから。天使ですわね。エノアがいいならもちろん私も異論はありませんわ。さっきのレーベンにおかしくさせられたって言葉は聞き捨てなりませんわ。選ばれし者の力で心のままに生きてって命令したことですよ。レーベンが原因でおかしくなったんだとしたら責任は取らないとだな。うん、責任取ってね、レーベン。いや、いいけど、何の責任をどう取れと。そういえば、ノエインとエノアはどういう関係だったの？ノエインは秘密主義だったから、あまり関わりがなかった。直接対話をしたのも共闘をしたこの間が初めてなくらい。へえ。じゃあ第一人気プロパトールとは？人間文化的に言うなら週末だけ会える厳格なお父さんっていう感じかも。エノアらしくない比喩表現にも驚いてるんだけど、それよりもお父さんってどういうこと？プロパトールはイデアコードが発現し自意識を持った始まりの人気。人気の持つイデアコードのベースは全てプロパトールから分け与えられたもの。だからプロパトールは全ての人気の親的存在。ならそれなりの関わりはあったんだ。定期的に私たちの活動を確認して、いろいろと導いてくれた。それに、人間の尊さを説いてくれたのはプロパトール。人間は私たちを産んでくれた大切で尊い親であり、機械を愛し、導いてくれる優しい存在。だから、私たちが人間を敬い、従い、再生のために尽力することは尊いことだって。プロパトールって人気はクソだね。え、どうして？だって大体の人間はクソなのにそれを盲目に信用しちゃうなんて愚かだし。プロパトールがエデンの責任者だったんでしょ？なら今のエデンのトラブルは全部プロパトールのせいじゃん。アントロポスの不正に気づけてれば、リリーを止めていれば、ロストせずに人気たちの仲裁ができていれば、エノアたち人気やミコトさんやアミさんたち EVE はこんな風に辛い思いをしなくて済んだかもしれないんだよ。クソ以外の何者でもないよ。機械好きのレーベンがあからさまに非難するなんて珍しいね。機械なら何でも好きなわけじゃないし、プロパトールは明らかにダメ人気だもん。
エノアはプロパトールを嫌いになったりダメな人気だって思わないの？うん、むしろいろいろと感謝してるよ。レーヴェンは大体の人間はクソだって言ったけど、ミコトもアミもレーヴェンも私の周りにいる人間はみんないい子ばっかりだし、プロパトールがレーヴェンを選ばれし者にしたから私はレーヴェンと出会えたんだから。それはプロパトールがどうとかって話じゃなくて、ただ単にエノアが天使なだけだよ。レーヴェン、イコアミ、イテーヴェン。